デケイリン・ゼカリアス・ DK ・メトカーフは、アメリカ合衆国ミシシッピ州オックスフォード出身のプロアメリカンフットボール選手。ポジションは、ワイドレシーバー。NFL のシアトル・シーホークスに所属している。父は、元 NFL ガードのテレンス・メトカーフである。メトカーフは、ミシシッピ州オックスフォードで生まれ育ち、高校は、オックスフォード高校、大学は、ミシシッピ大学で、 アメリカンフットボールをプレーした。ミシシッピ大学で3シーズンプレーした後、2019年の NFL ドラフトで CE ホークスに2巡目全体64位で指名を受け入団した。日本語ではメットカーフの表記も見られる。ミシシッピ州オックスフォードのオックスフォード高校へ入学し、高校時代のフットボールキャリアでは224回のレシーブ3302ヤード、 49回のタッチダウンを記録した。メトカーフは4つ星 WR として注目され、ライバルズ .com によるランキングで14位にランクされている。2016年にミシシッピ大学に入学し、シーズン最初の2試合に出場した後、足の怪我によってシーズンを終えた。しかし彼はこの2試合でにレシーブ13ヤードを記録し、 その2回のレシーブはいずれもタッチダウンにつながった。2年目の2017年には39回646ヤードのレシーブと7回のタッチダウンを記録した。3年目の2018年シーズン、メトカーフはアーカンソー大学戦で首の怪我によってシーズンを終了するまでに26レシーブ569ヤードを記録した。2018年のシーズン終了後、4年時は 大学でプレーせず、2019年の NFL ドラフトににアーリーエントリーすることを表明した。3年間で67回のレシーブで1228ヤード、14回のタッチダウンを記録して、カレッジキャリアを終えた。大学での通算成績メトカーフは2019年の NFL ドラフトで、シアトルシーホークスに二巡全体64位。 ワイドレシーバー28人中9番目で指名された。その後2019年5月22日、シーホークスと460万ドル相当の4年契約を結んだ。2019年9月8日、シンシナティベンガルズ戦でレギュラーシーズン初戦をプレイしたメトカーフは4レシーブ89ヤードを記録し、チームは21から20で勝利した。これは、 NFL のルーキー選手による総レシービングヤードのフランチャイズ記録であり、プロフットボール殿堂入り選手であるスティーブ・ラージェントのそれまでの記録86ヤードを上回った。第2週のピッツバーグ・スティーラーズ戦では、キャリア初のタッチダウンを含む3レシーブ61ヤードを記録し、チームは28から26で勝利した。第8週のアトランタ・ファルコンズ戦では、 キャリア初の複数回のタッチダウンを記録した試合で3レシーブ13ヤードで2回のタッチダウンを記録した。チームは27から20で勝利した。翌週第9週のタンパベイバッカニアーズ戦ではメトカーフはレシーブとレシーブヤードで自身のキャリア最高記録を更新し第4球週両時で53ヤードのタッチダウンレシーブを含む95ヤード。 延長戦での29ヤードのキャッチを含む合計6、キャッチ124ヤードを記録した。これは、彼のキャリア初の獲得ヤード100ヤード超えのゲームだった。また、第3球にゲームを21から21で同点に、下にポイントコンバージョンをキャッチした。メトカーフは、レギュラーシーズンを、58回レシーブで900ヤード、7回のタッチダウンレシーブを記録し、タイラーロケットに次ぐ、 チーム2位の成績で終えた。ワイルドカードラウンドのフィラデルフィア・イーグルス戦では、7キャッチ160ヤードと1タッチダウンを記録し、チームは17から9で勝利した。これは、プレイオフゲームでのルーキープレイヤーの最多レシーブヤードの NFL 記録であった。2020シーズンのメトカーフ第1週のアトランタファルコンズ戦では、メトカーフは38ヤードのタッチダウンレシーブを含む、 4レシーブ95ヤードを記録し、チームは38から25で勝利した。第2週のニューイングランドペートリオッツ戦では、メトカーフは54ヤードのタッチダウンレシーブを含む、4レシーブ92ヤードを記録した。チームは35から30で勝利した。第3週ダラスカウボーイズとのゲームの第1級で、メトカーフは61ヤードのロングパスをキャッチした後、後ろから、 相手 CB のトレイボンディグスが追いついていることに気づかず、ボールを片手で持っていたため相手にボールを引かれ、エンドゾー直前でファンブルし、タッチバックとなる失態をした。しかしチームはこの試合を38から31で勝利し、メトカーフは29ヤードのタッチダウンレシーブを含む110、レシービングヤードを記録した。第四週のマイアミドルフィンズ戦では、四レシーブで百六ヤードを記録し、 チームは31から23で勝利した。第5週、サンデーナイトフットボールのミネソタバイキングス戦では、試合残り15秒で、チームの勝利を決定づけた、タッチダウンレシーブを含む6レシーブ93ヤード、2回のタッチダウンを記録し、チームは27から26で勝利した。第7週のアリゾナカージナルス戦、カージナルスの SF バダベーカーが、 シーホークスにエンドゾーン前5ヤードにまで攻められた地点で q b e ラッセル、ウィルソンのパスをインターセプトした。しかし、ベーカーがフィールドの半分を横切って完全に独走になっていたにもかかわらず、メトカーフはこれを追走し、リターンタッチダウンを防いだ。結果的にアリゾナはこのインターセプトから得点につなげることができなかった。この時のメトカーフの最高速度は、 時速 36.44km22.64mph に達し、これはシーズン中のその時点までの NFL の追走記録の中で2番目に速かった。このプレイはインターセプトというビッグプレイよりもそれを追走したメトカーフのスピードに注目が集まり、SNS 上でも人気のプレイとなった。第八週のサンフランシスコ4 9ナーズ戦では十六ヤードの タッチダウンレシーブとランを含む12レシーブ161、レシービングヤードと2つのタッチダウンを記録し、チームは37から27で勝利した。第12週、マンデーナイトフットボールのフィラデルフィアイーグルス戦では、キャリアハイの10キャッチ177ヤードを記録し、チームは23から17で勝利した。2020年シーズンを1303レシーブヤード、10回の タッチダウンで終えた。1303レシーブヤードは、シーホークスのフランチャイズ記録を更新し、35年前のスティーブ・ラージェントの記録を上回った。この年、シーホーク・オール・プロのセカンドチームに選出された。プレイオフのワイルドカードゲームのロサンゼルス・ラムズ戦では、51ヤードのタッチダウンレシーブを含む5キャッチ96ヤードと2回のタッチダウンを記録したが、 チームは30から20で敗戦し、シーズンを終了した。シーズン終了後、カリフォルニア州ウォルナットで開催されたオリンピック選考会を兼ねた大会の100メートル予選に出場した。結果は組最下位の10秒37であったが、アメリカンフットボール選手が陸上競技で前線する姿には多くの賞賛が寄せられた。9秒86の自己ベストを持ち、 解説者を務めていた元トップスプリンターのアトボル、ドンはレース前に彼の体格からすると10秒6から10秒7の間と語っていたが、その予想を完全に覆す結果となった。彼のレース出場の経緯は、この年のアリゾナカージナルス戦での追走劇が注目されたためであり、アメリカ陸上競技連盟は SNS 上でぜひ参加くださいと反応していた。 父親のテレンス・メトカーフは NFL の元ラインマンである。ESPN のアナウンサー、ジョー・テシュトーレがデカフェ・メトカーフと間違って呼んでしまったことからメトカーフはボルカニカ・コーヒーと提携。2019年12月よりデカフェ・メトカーフと表記された16オンス袋のコーヒーの販売を同社のウェブサイトで開始した。コーヒー販売の収益の一部は メトカーフが長年の付き合いのある団体、プリズンフェローシップに寄付される。メトカーフはキリスト教徒である。ありがとうございます。